はい、皆さんこんにちは、カメノコアタシです。はい、今回ですね、ヌメテイジの経年変化についてを紹介したいなと思います。はい、ヌメテイジの経年変化をそっと見守る会の皆様、お待たせしました。まあ、今回ですね、自分が持っているヌメテイジの最新の様子を皆さんに紹介したいなと思うんですけど、はい、この動画なんですけどね、まあ、ずっと続くシリーズになります。でもね、まだなんですけどね、はい、まあ、1ヶ月目今回のやつになります。なんでまだちょっとあんま進んでないんですけど、まあ、今後ですね、まあ、2ヶ月3ヶ月ずっとね、1年と、まあ、それを超えてもずっと続けていこうかなと思うんでね、まあ、ぜひですね、優しく見守っていただけるといいなと思います。でね、まあ、今回ね、それでも初めて見るよという方もいらっしゃると思うんで、まず最初ですね、まあ、こんな感じの経緯で手に入れたよっていうのと、あとはですね、まあ、このヌメテイジについていろいろと紹介の方をしたいなと思います。で、その次なんですけど、まあ、これはね、自分の思いが入るかもしれないんですけど、まあ、実物をボンと出してみてですね、まずは主観的に経年変化の方を見ていこうかなと思います。で、その次なんですけど、なるべく前回と同じようなアングルと照明光のもとで撮った写真があるんで、まあ、その写真同士を比較しながら、今度は客観的に経年変化の方を見たいなと思います。で、最後、まあ、ちょっと時間があったら雑談みたいな感じをして、まあ、こんな感じの動画としたいなと思います。まあ、ぜひ皆さん、飛ばしでもいいですし、まあ、早送りでもいいんでね、まあ、最後まで見ていただいて、いいねとチャンネル登録の方を忘れずにしていただけると嬉しいです。ということで、今回も最後までお楽しみください。それではスタートします。はい、ということでね、まあ、まず最初はですね、まあ、こちらのサムネの方をご覧ください。はい、それがこちらになります。はい、こちらですね、憧れの超モンスター級のね、はい、まあ、こんな感じの極厚の声システム手帳、はい、まあ、これがね、ヌメテイジの正体になります。で、色はね、はじめこんな感じの色なんですよね。で、これね、実はですね、まあ、これアッシュフォードさんと、これ長沢文具センターさんの限定のモデルのやつになります。まあ、これ通常版とはちょっと違う色合いなんですけどね、これヌメ側を実は使ったやつになります。なんでこのヌメテイジのヌメっていうのは、このヌメ側のヌメっていう感じです。で、まあ、このテイジっていうのが、このヘリテージのテージから来てるんですけど、はい、まあ、それを合わせたようなヌメテージっていうのはね、はい、まあ、こんな感じのやつですね。まあ、これ分厚いんでね、まあ、結構な情報量とかね、まあ、普段書かれたりする方もまあ対応できるやつで、まあ、そうですね、まあ、この情報量が多いんでね、まあ、サムネもちょっと情報量多くしてみようかみたいな感じで、まあ、こんな感じのちょっとね、遊びの中で、ね、サムネにしてみたんですけど、はい、まあ、こんな感じのやつで、まあ、過去上げたりしてるんで、まあ、より詳しく知りたい方は、まあ、こちらの動画をご覧いただけると嬉しいなと思います。まあ、自分が買ったのがね、これ M5手帳というね、まあ、小さいサイズなんですけど、まあ、こんだけ僕は厚なんでね、まあ、存在感があるやつなんですけど、まあ、実は他のサイズもあるような感じになります。あとでちょっとね、写真の方で出したいなと思います。はい、まあ、これをですね、まあ、経年変化ずっと追いかけ続けてようということで、はい、まあ、これ0ヶ月後の時ですね、まあ、初回の時なんですけど、これ2021年の11月なんですよね。はい、まあ、12月次回どうなるかなみたいな感じで、まあ、今回12月、まあ、第1回目なんで、これが1ヶ月後っていうのが、まあ、今回のね、はい、動画になるんですけど、はい、まあ、こんな感じでアッシュフォードさんと、あとは長沢文具センターさんの、まあ、コラボレーションモデルのこんな感じのやつになってます。はい、ということでね、まあ、このヌメテイジなんですけどね、はい、ヌメとテイジで分けることができて、ヌメ側のヘリテイジっていうのは、まあ、こんな感じです。まあ、これ今年のもうパワーワードですね。はい、まあ、2021年もうすぐ終わりなんですけど、まあ、これパワーワードとしてね、まあ、自分推したいなと思います。はい、じゃあちょっとね、これのね、情報の方出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、あまり詳しくはね、もう触れないんでね、まあ、でも気になる方いらっしゃると思うんで、まあ、5秒間だけスクショタイムの方を設けたいなと思います。はい、いきますよ、よーい、スタート。はい、ということでね、まあ、5秒経ったんでね、はい、まあ、こんな感じで、値段の方はね、割と、まあ、ちょっと M5 なんですけど、高い感じです。もっと大きいサイズになるともっと高くなってくるんですけど、はい、まあ、でも好きだったんでね、まあ、買った感じです。で、まあ、色に関しては先ほど見てもらったような色と、あとはですね、グリーンの、はい、色合いがあります。まあ、濃いグリーンな感じですね。はい、で、このヌメ側の方なんですけど、これね、金具がね、ローズゴールドのちょっと仕様になっているという、ちょっと特別な仕様になったやつです。まあ、ぜひ気になる方はですね、あえてこちらか、まあ、行かれてみてもいいんじゃないかなと思うんですけど、いかんせん、ちょっとこれ限定だったりもするんでね、まあ、生産数は限られてると思うんで、まあ、お早めに気になる方は買ってみてください。で、自分手に入れたのが、これ2021年の11月6日のイベントです。まあ、この前からちょっと予約してて、まあ、この日に受け取ったっていう感じなんで、まあ、実質この日が、まあ、発売になるんじゃないかなという感じです。あとは、まあ、気になることは、
まあ、いろいろ書いてあるんですけど、まあ、今回の革なんですけど、はい、あの、まあ、ヤギの革、ビッグゴートっていうやつを使用してます。なんで、まあ、ヤギの革の、まあ、ヌメ革の経年変化、はい、まあ、これがあの今回のやつですね。はい、あとは、まあ、いろんなことはですね、まあ、先ほどのサムネの動画とかにいろいろ言ったりもしてるんで、まあ、そちらをご覧いただけるといいかなと思います。じゃあちょっとね、あのダイジェストでね、ダダダッとあのさっきの動画の内容を言っていきたいんですけど、はい、まあ、こんな感じのイベントです。まあ、結構いろんな方がいるね、まあ、イベントで、まあ、手帳メーカー他の方が来てるイベントで、まあ、購入することができました。でね、あの、まあ、ラインナップなんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、自分で手に入れたやつがこの一番小さい M5 サイズなんですけど、他にこんなごっついサイズのやつもあったりとかもするんですよね。まあ、こちら、まあ、行かれていただいてもいいです。まあ、皆さんのライフスタイルに合わせてっていう感じですね。でね、あのコーチマンっていうやつ、まあ、かなり分厚かったんですけど、これスタンダードのやつと比べるとこんだけ厚さが違うんですよね。はい、まあ、こんな感じであの折り返してあるような感じになってます。まあ、これね、中開いてみるとこれあのこんな感じになってます。まあ、外側はこんな感じで、内側はまあこんな感じなんですよね。でこの色に関してはこれあの定番の色になります。はい、まあ、これがまあそうですね、まあ、最終的にあの、まあ、こんな感じの色には変わっていくかなと思うんですけど、まあ、最初のね、あの、まあ、この机みたいな色合いが、まあ、最終的にこうなるのに、まあ、直線的に変化していくのか、それともあるタイミングからこういう風にこんがりなっていくのかとかですね、まあ、このタイミングとかちょっと気になったりするんで、まあ、1ヶ月おきぐらいに、まあ、今後ずっと見ていこうかなという感じになってます。はい、まあ、ここのところがジョッターがついてて、ここのところにあの小物入れがついてたり、なんかいろいろ挟むところがあったり、まあ、こんな感じでね、非常にあのリッチな手帳になってます。まあ、大きいサイズだとまあこんな感じですね。まあ、大きいサイズになっても中の見た目はまあ変わらない感じなんですけど、ちょっとポケットの数が多くなってたりとかですね、まあ、そういうふうなあの違いがあったりするかなと思います。はい、ということでですね、じゃあ実物の方をですね、まあ、出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃあ、はい、まあ、これがね、まあ、1ヶ月経ったやつになります。まあ、ここのところにね、くるみボタンがここにあってね、はい、まあ、かいらしい感じなんですけど、ここでパカッて開けてですね、はい、中がですね、まあ、これちょっとリフィルは抜いてるんですけど、はい、こんな感じになってます。いや、結構これ、はい、まあ、贅沢というか、なんかすごいリッチな気分になれるいい感じのやつですよね。まあ、ここのペンループとかのところにね、まあ、自分はあのこれを刺してますね、最近。まあ、ケリーの50周年ですね。はい、まあ、これがね、すごいね、これね、合うんですよね、これ。ローズゴールドの金具に、これもね、なんかケリーの50周年のやつ、ちょっとこのローズゴールドのやつがあるんでね、もうこれ非常にあったりもします。あとはですね、これにね、まあ、ちょっとね、贅沢なんですけどね、はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、アシュゴードさんもなんかリフィルなんかいろいろ出されてるんですけど、ここのね、はい、ところ、はい、ここがね、ローズゴールドになったこんな感じの、ちょっとね、リッチなね、リフィルがあるんでね、まあ、これをこういう風にまあ入れてみると、今ちょっと外してるんですけど、なんかこんな感じになってね、はい、まあ、非常にあのリッチな気分でいい感じで見れます。まあ、ちょっとね、今この辺がちょっと見やすいような感じで、ちょっとリフィルは外してるような感じなんですけど、そうですね、まあ、1ヶ月経ってあんまり色に関してはまあ変わってないかなと思うんですけど、やっぱりちょっとこの当たる部分とかに関しては、ちょっと凹みがこういう風に見えてきたかなと思います。はい、まあ、ここの辺に関してもそうですね、ちょっとだけちょっとまあ、凹んだところがあったり、ちょっとだけ色がね、まあ、この辺とかですね、まあ、ちょっと変わってきてるかなみたいなところがちょっとあるかなと思います。でここのところはまあ挟める、まあ、状態になってるんですが、あまりこれはちょっと今回は使わなかったですね。はい、また後ほどいろいろ使うかなと思います。まあ、ここのところになんかいろいろ他ね入れたりとかしてね、はい、まあ、使ってた感じです。まあ、ここのところの仕様がちょっと通常版と違うような感じのローズゴールドで、まあ、これ金属になってるよっていうところがまあちょっと違うような感じです。はい、まあ、大体この開けたところはまあこんな感じですね。で上から見てみるとこんな感じです。もうだいぶこれ肉厚ですよね。ここのコバの処理もちゃんとしてあるかなと思います。はい、こんな感じです。でね、ここね、ちょっとね、なんか当たっちゃってね、まあ、こんな感じでへこんじゃったんですけど、まあ、これもね、まあ、気にしてたら仕方ないですし、まあ、今後いっぱいこういうのも増えていって、まあ、こういうのが増えながら経年変化さらに深まっていくかなと思うんでね、まあ、いいかなと思ったりもしてます。まあ、ちなみになんですけど、普通のね、やつと比べるとこれぐらいの厚みの違いがあるんですよね。まあ、そうですね、まあ、2倍近くあるかな。まあ、でもこれもちょっと猫耳みたいなのがつけてるんでね、まあ、ちょっと普通とは違うような感じなんですけど、まあ、これぐらいの、はい、厚みの違いがあると思ってください。まあ、同じ M5 ぐらいのこんなサイズなんですけどね、もう全然なんか存在感が違いますよね。なんかラスボス級ぐらいになんか違うかなと思います。はい、というのはね、まあ、感じでね、まあ、こんな感じで、まあ、見渡してみるとこんな感じです。うん、やっぱり持っててですね、すごいなんかね、満足感がね、すごいこれね、あっていいですね。
うん、まあちょっと高かったですけどね、これは本当にあの個人的にあの買って良かったかなと思います。はい、という感じでね、まあ、色はねあまりまあ変化はまあ若干この辺とかやっぱりちょっと当たるとこはあるかな、まあ、若干見受けられるもののやっぱり1ヶ月目ではそんなにまあないかなっていう感想が、まあこういうふうにね、まあ、主観的に見てみた感想になります。じゃあ今からなんですけどね、まあ、客観的にあの写真でね、まあ、比較の方をしていきたいなと思います。はい、じゃあまずはですね、あのこちらのアンカーご覧ください。はい、それがこちらになります。はい、まあ、こちらとこちらですね。はい、まあ、これがあの両方あの0ヶ月目の様子です。じゃあね、これあのここのところね、カウントアップして1ヶ月目のやつを出したいなと思います。はい、これが今回のやつなんですけど、こちらになります。じゃーん。はい、まあ、こんな感じですね。はい、0、1、0、1、0、1。はい、まあ、そんなに変わってないんですけどね、このボタンのところですね。はい、ここのところがちょっと黒くなってるのがわかりますかね。この部分なんですかね。はい、まあ、やっぱり当たるとことかね、こういうところに関してはやっぱりこういうふうにあの、まあ、先行してあの色が変わっていくかなと思います。じゃあちょっとこれ置いてみてですね、まあ、次あの違うアングル、こっち側行きましょうか。はい、まあ、逆側なんで、まあ、こうですね。はい、まあ、こう向けたやつ出したいなと思います。まあ、こっち側はまあ同じ0ヶ月目なんですけど、じゃあ今回の1ヶ月目出したいなと思います。じゃーん。はい、まあ、こんな感じですね。はい、まあ、0、1、0、1、0、1なんですかね。うん、まあ、そんなにあのこの部分はまあ変わってないかなっていう感じです。はい、じゃあ次ですね、まあ、このアングルいきましょうか。はい、これあの0ヶ月目なんですけど、じゃあ1ヶ月目出したいなと思います。はい、それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、これがあの1、0、1、0、1、0、1なんですけど、はい、そうなんですよね。まあ、さっきもちょっと見ていただいた通り、ちょっとここのところね、当たっちゃった感じなんで、はい、まあ、ちょっとこういう風にね、まあ、ちょっとへこみとか、なんか傷が見えるかなという感じなんですけど、まあ、これも気にしてたら仕方ないですね。まあ、今後もあのバシ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 で使っていこうかなと思います。はい。ではね、まあ、次はね、このアングルから見ていきましょうか。はい、まあ、横同じやつを出しまして、じゃあ今回のね、1ヶ月目、こちらになります。じゃーん。はい、まあ、0、1、0、1、0、1っていう感じなんですかね。うん、まあそうですね。でも若干なんか色若干変わりましたかね。なんかちょっと変わったような、変わってないようなみたいな、まあこんな感じなんですかね。はい、まあこんな感じであの来てるかなと思います。まあ、ちなみにあのまだね1ヶ月目なんで、ちょっとオイルの方とかはね、まあ、塗ってないような感じです。まあ普通にあの使い続けてる感じなんですけど、まあこんな感じです。じゃあラストですね、まあ、この開いた状態ですね。はい、まあ、これ0ヶ月目出してるんですけど、じゃああの1ヶ月目出したいなと思います。それがこちらになります。じゃーん。はい、まあ、0、1、0、1、0、1なんですかね。はい、まあそんなにね、あのこれもまあ変わってないかなと思います。しかもあの内側なんでね、あのまあさらにあの色の変化っていうのはまあ少ないかもなんですけど、まあこんな感じでまあ使い続けてるよっていう感じです。はい、まあこんな感じですね。はい、ということでね、まあいかがですかね。まあこのあのね、ヌメテージのやつに関してはちょっとまあ限定だったりとかね、まあなかなかあのまあ入手がね、まあ遠方の方とかはまあ大変かもしれないんですけど、まあ確かあのウェブの方とかでもね、あの売られてたような気もするんでね、まあ気になった方はあのお早めに購入方してみてください。はい、結構ヌメ革っていうのはですね、まあ、ちょっとあの革のね、なんか経年変化とか、あとは手入れの中でも一つちょっと変わったやつだったりもするんでね、はい、まあ、この経年変化のね、まあ、動画がまあいろんな方のまあ購入の参考とか、あとはなんかね、革職人のね方とかもなんか自分の動画結構参考にしてくださってるようなんで、はい、まあ、ご自身のねプロダクトとかのまあ参考になれば嬉しいかなと思ったりもします。はい、というような感じでね、まあ、個人的に本当にね、これであの手に入れて良かったですね。はい、持ってて非常にあの満足感ありますしね、なんかあのすごい一日が楽しかったりもするんで、まあ、皆さんぜひですね、まあ、あのもうすぐクリスマスをちょっと迎える今日この頃なんですけど、まあ、クリスマスプレゼントとかにもいいですし、まあ、今年1年頑張った自分へのご褒美みたいな感じで、まあ、買ってみてもいいんじゃないかなと思ったりもします。はい、というような感じですね。まあ、今後もですね、まあ、使い続けていきたいなと思いますし、まあ、1年後もね、超えても2年とか3年とか、まあ、あの、追いかけ続けていけたらなと思ったりもします。はい、というようなね、まあ、感じですね。まあ、今回の動画は、まあ、これで終わりにしたいなと思います。この動画が良かった、参考になったという方は、ぜひ、グッドボタンを、で、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、他にもですね、いろいろと面白い動画とかアップしたりしてるんで、見ていただけると嬉しいです。ということで、今回もありがとうございました。バイバーイ。